どうもショータイムゴルフです。おはようございます。いや今日はですね、前回というかだいぶ前に関東マッチプレーしたんですけど、僕がね98アップで勝ったんで、97だね。あ、7か。なんかねリベンジしたいみたいなんで、同じコースではっきり言ってリベンジしたいのは俺じゃなくて翔太じゃないかなと思う。いや97 いや結果的に、うん、翔太が勝ったかもしれないけど、うん、やっぱプロセスでは俺が圧倒してるんだよね。うん、まあかもしれないですけど、この、はい、今日スタイルですよ。今日イーグルレイクゴルフクラブなんですけど、ウィンブルドンでテニスしたわけじゃないです。超面白い。テニスしに来たわけじゃないです。テニスではない。はい、何しに来た。散歩。成田まで散歩しに来たのかな。ようこそお越しくださいました。マッチプレーですね今日も。いや、なんか上下白もかっこいいね。ああ、うん、いいね、かっこいいね。そういうカン君はちなみに現在気温10度この気温10度の中、ね、翔太は半袖短パンでプレーするという、もうこの勇姿にちょっと皆さん拍手。ありがとうございます。で、まあ今日は白黒つけようかなと思って。そうだね、うん、まあ俺は黒で、俺は白で、そうそう、ブラックオアホワイト、はい、マイケル・ジャクソンのね歌でもあるじゃん、ブラックオアホワイト。やっていきたいと思います。お願いします。はい、どうも。どうした、今日前回97ダウンですけども、今日の調子は。いや、もう1週間クラブ握ってないから、うん、すげえ調子がいい。調子いい、うん、あ、みんなが昼間にワンラウンドしてる間俺夢の中で10ラウンドしてるから、そう、夢の中ではどうだった。相当ね、インスピレーションはもう起きてんだよ。本当、このホール夢で3回イーグル取ってるから。寒い。じゃあお願いします。はい、大丈夫。ああ、大丈夫、完璧。ナイス、サンキュー。いや、やっぱ上下白映えるね。うん、帽子が黒ってのかね、どこかちょっと黒に憧れを持ちつつ。帽子白ないよ。帽子白ないんだ。あったわ。あ、まあいいや、ボールは白だね。うん、お願いします。やべ、マイケル・ジャクソンだね。黒だね。まあありそうだけどな。行ってみようぜ。行ってみよう。うん。130ぐらいかな。52度。やべ、重て。バンカー？越えたか。バンカーの先だな。はい。翔太はね、ティーショット残念ながら、まあ、OB っていう。10、うん、115、120、まあそんなもんじゃない？随分上げてるね。おー、これはいいね。いいね、ナイス。どうも。OB だったので5打目かな。はい、缶の5打目ダボ。これ、これ入れてダボ。あー、もろんがね。OK OK OK。なんでセカンドで OB 出るかね。やったね。ナイスボギーだね。うん、よくボギーで耐えた。耐えた。ボギーを耐えたというかどうか別として、まあナイスパットだね。ありがとうございます。非常にレベルの低いスタートになりました。
森田 OB 2 人とも OB ってましては俺に関してはウェッジで OB だからねグリーン超えて OB だから最近多いよねそれああグリーンなんか超えてっちゃうんだよね最高だねやっとなんか秋っぽくなっていや最高だよ、うん、ヨネックスを思い出すよね元気にしてっからみんななんかしばらく会ってないとまた会いたくなるよね、うん、最高だよの兄ちゃん、うんうん、最高だよいや最高だよ今日こんな感じですよきたんじゃないゴーゴーゴー弱えわバンカーまだちょっと温まってないあちょっとウォーミングアップだな前半ウォーミングアップだから前半ウォーミングアップだから超むずいバンカー行ったじゃんじゃあ翔太がウォーミングアップしてる間に俺が見せるよあ、オッケーオッケー前半俺に任しとけ、うん、前半ちょっと俺取れ高ないかもしれないからグリーン外れる気がしねうわぁナイスショグリーン行ったこれグリーン行った耐えた耐えましたねこれだね右バンカーの右に行っちゃったから危なかったよねいやこれやっぱり残ってるのは俺の運の良さよ運持ってるからねあ前回より100ヤードぐらい距離落ちてる前回ねグリーン手前まで行ったからね前回グリーン手前だったやっぱそれだけね90ヤード逆にそれだけ今冷静だってことなんだよ、うん、90ヤードのラフから58度なんかこれもでけえななんかさドライバーは右行くのにウェッジは左行くねあいや特性だよねクラブもね64ヤードそんなんのうんいやほんと冗談抜きにほらそうか番手を変えた P ピッチング、うん、ピッチングでのバンカーショットちょっとズームしていきましょう白いね純白ピンはねこの辺翔太のリカバリー力が試されますうめえなナイスブレイクってこんな傾斜あったわかんないこんな傾斜あったっけ結構むずい登って下り段越えやばいやばいやべえ早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 えマジでこれを決めれば2アップバーディーパット弱くねえか。オッケー、オッケー、オッケー。パーパット。うまっ。うまっ。危ねえ。ワンナップ。ここは引き分け。で、130ヤードのパー3。カウントレー140だから。あ、そうなの？じゃあ135？俺最近どんどん適当になってきてさ。あんま距離見なくなっちまったんだようまいあれなんかちょっと弱えな弱えよあれちょっと俺52度持ってくる52本当はピッチングの距離だと思うんだけど、うん、なんか最近俺地面から打つと全部パンチ入っちゃうから、うん、パンチを計算してなるほどねそれでも大きいと思うけどねいいんじゃない？ナイス。さすが。翔太、アプローチ。58？60？60。ロケーションね、こんな感じだね。ウィンブルドンショット。
落ちどこは良かったんだけどね、ちょっと、まあいいや、朝露の分じゃん、うん、じゃあ俺の繊細なパッティングを見ててくれ。ああ、フォーウィンだね。ああ逆に切れた。オッケー。オッケーオッケー。翔太のパーパット。翔太ゴールデンバレー多分こういう距離結構残るよ。あ、本当。うん、毎年カット18オーバーとかだもんね。見切った。あー、切れた。そんなに切れんだ。オッケーオッケー。オールスクエア、オールスクエア。ずいぶん切れたね今ね。切れた。うん、まあ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 、思ったところに打てた。大丈夫、服白いから大丈夫。行ったんじゃないこれ。